電池を入れ替えたとかだけです。すいません、もう手拍子大丈夫です。こっから小物を下げて投げて JRA の屋根を越えます。ちょっと待ってくださいね、風のチェックだけ。よし、 OK、 行きましょう。上がったら音と拍手をお願いします。なんでめちゃくちゃ回転をかけます。すいません、やっぱり自分のタイミングでやります。今だってめっちゃ風吹いてるんですよ。やばい、なんでこのタイミング。さらに風向きが変わってこっちに吹いてます。お兄さん、ガタイがいいんでみんなを守ってあげてください。すいません、本当にやばいな、これ大丈夫かな。行きましょう。3、2、1、今じゃあスローラン。よかった。それじゃあ行きましょう。このままあと一つ。ちょっと待って、やばい、ちょっと落ち着きますね。ちょっとお兄さん最後までこれ混ぜてもらってもいいですか。なるべく早めに混ぜてくださいね。ルービックキューブを15秒で戻して最後の準備をだけさせてください。やばい、めっちゃ疲れた。皆さんも暑いですよね。もうこれやったらあと3分半で終わりますから。あ、お兄さんすいません、あのそれ以上混ぜなくて大丈夫です。すいません。あ、あとごめんなさい皆さん、最後のお願い聞いてください。あのちょっと思った以上にお客様集まってるんで、若い方は率先して前の方に来ていただいてしゃがんでもらいますと後ろの方が見やすくなりますんで、ご協力だけお願いします。あの若い方とかはもう自己判断にお任せします。あの無理はしないでくださいね。これが終わったらあと3分半で終わります。あともう一つお願いがあります。あの思った以上に混ざってます。失敗しそうになった時だけ、失敗しそうになったらもう熱いんで諦めてこちらの袋の中に入れます。入れたらですね、今日あらかじめなんとなく言いたいことは分かったかと思います。あのこちらを取り出しますんで、その時あの成功したような拍手だけお願いすることは可能でしょうか。ありがとうございます。よかった、嬉しい、優しい方でよかった。で一応ですね、ここいつもお客様が集まるので袋を置いてあると怪しまれるので、こういったルービックキューブ箱を用意しました。バラバラに見える箱です。この中に完成したやつ入ってますので、こちら開けたらもう失敗だと思ってください。ちょっとせこくてすいません。それでは行きましょう。ちょっと飛ばないように押さえておきます。まずは覚えて一気にスタートします。お楽しみください。あとそこだけ埋めてもらってもいいですか。もうちょっとだけ全体的に前に来てください。すいません、あのありがとうございます。あのそこ埋めて、あ、お姉ちゃんありがとう、2人ありがとう。もうハウステンボスベスト子供に認定するから。あ、戻っちゃうんですか。すいません、誰も予約してないんでお願いします。ありがとう、あ、ごめん、ありがとうね。それではまず覚えます。ちょっと集中してきますね、ここから。ちょっと後で話があるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは行きます。3、2、1、5。やばい、ちょっと間違ったかも。あ、やばい、言って間違ったかもしれません。すいません、失敗したらごめんなさい。大丈夫かな、ちょっと確認だけさせてくださいね。一応ですね、お兄さんあんまり混ざってなかったんで、お兄さんのマイクとルービックキューブは多分大丈夫です。こちらの箱の模様と全面全く一緒にしました。結構すごくないですか。こっからあと初手順で戻るんで、ちょっと飾りで行ってみましょうか。お兄さんに大きな声でありがとう。お兄さん、混ざってるように見える混ぜ方がうまいんで、よかったら明日も来てください。それでは行きましょう。このままフィナーレ。自己紹介まだだったら自己紹介もさせてください。名前はこちら CHIKI でチキって言います。チキです。
21年間活動してます。21年間全国各地世界各地いろんなところで活動しますんで、見かけたら声をかけてください。そして7月8月9月は3年前までヨーロッパで活動してました。今はですねちょっと3年前からヨーロッパに行けない事情があるんで、ヨーロッパじゃなくてヨーロッパみたいなところで活動してます。実はですねちょっとここ3年間で、子供が2人生まれました。それでヨーロッパに行けなかったんでヨーロッパみたいなところで活動してます。ありがとうございます。普段はですねヨーロッパでは、うちの嫁と2人でコラボでショーをしてます。嫁はですねここじゃないテーマパークで活動してます。従業員いないんで言います。千葉の某あるとテーマパークです。言いたいのはこれだけです。そしてすみません、最後お願いがあるんで聞いてください。強制ではございません。もう聞くだけで結構です。ちょっと長くなっちゃうんで、もう手短に説明します。言いたくないんですが、言わなきゃいけないシステムになってますんで、最後言います。ショーが終わりましたら、最後、こちらの台の上で大変申し訳ないんですが、袋を持って立ってます。もうなんとなく伝わったようで、もう手っ取り早く説明しますね。お金ください。すみません。強制じゃないですからね。ご理解いただける方だけです。実はこの枠の中、借りているだけで、お借りしているだけで、試験を受けていただいているのは免許だけです。要は交通費から食費と一切もらってません。皆さんの評価のみで活動してます。楽しかった頑張れ、そういう評価のみで結構です。評価をなるべく分かりやすい形に変えて、袋の方に入れていただきますと、今後の活動につながりますんでお願いします。で、分かりやすい形って言ったんですけど、夏休み子供さんが分からないって言ったんで、こういう形って伝えたところ、これが資格が小さかったせいか、最後のレシートが入りました。それでは活動できないんで、そこら辺は考えた上でお願いします。言いたいことはもうこれで全て言われました。ご理解いただける方だけで結構ですのでよろしくお願いします。すいません、拍手までもらっちゃってすいません。そんな拍手までもらったら期待しますよ。今日普段より人数多いですから。じゃあ最後ね、最後お姉さん受けてくれてありがとう。なんとなく気づいたでしょ。人数が多いんで入れやすいように大きい袋で待ってます。それでは最後頑張っていきましょう。嫌な話聞いてくれてありがとうございます。よし、いきましょう。楽しんでください。すいません、ごめんなさい。すいません。お姉さんがあまりにも受けてるから、ちょっとやってみたことだけです。それでは本当にここから真面目にいきます。最後の人お楽しみください。本当に熱いのからでございます。よろしくお願いします。それでは行きましょう。グランドフィナーレ、水晶のパフォーマンスショー、ミュージックスタートです。お楽しみください。ごめんなさい、この曲じゃないです。今回はマジックでありません。指先の技術のみで行います。お楽しみください。分かりにくいお客さん、僕が拍手した人の顔を押した時にお願いします。それどんどん行きますんでお楽しみください。お姉ちゃん終わったらよそで、さらにマニアックな技も熱い中飛んでくれたんで行きましょう。今のタイミング忘れないでください。ここからちょっと早くなりません。せっかくなんで近くでご覧ください。お父さん最初からありがとうございます。ちょっと皆さん少々お待ちください。いいエラ撮れたら YouTube にアップしといてください。すいません、カメラが突然さらにスピードアップ。ゴフィナーレ行きましょう。フィナーレは個数を増やしていきます。ここから指の動きにもご注目ください。指の動きに注目してください。指の動き気持ち悪くないですか。ここからさらに動きは難しく、片手3つ
にもう一つ失礼します。すいません、できません。ちょっと思ったように手に汗かいてるんで、先にこっちの音からした方にごめんなさい。いきます。さらに指の動きを気持ち悪くします。お兄さん、ルービックキューブマジでやると思った。僕からいらないかもしれませんが、プレゼントがあります。今度は僕も気持ち悪くなります。受け取ってください。あの、今夜夢に出ますから。そして皆さん、本当にありがとうございました。グランドフィナーレ行きましょう。片手4つ。ちょっといけるかな、ちょっと待ってください。よし、すいません、細かくて。どうしてなんで僕だけだって思える日を抜けたい。いつもだって逃げてばかりで。そしてさらに集まっている皆様のために感謝を込めてスペシャルバージョンでお届けします。一生どこかで分かってた。今まで関係なくてとにかく進めばいい。悔しくて涙すること。皆さん、本当に貴重な時間ありがとうございました。最後お礼をします。正直言います、今日一番人が集まりました。シルバーウィークの前半より人がいます。あと皆さんの拍手歓声ご協力のおかげです。本当にありがとうございました。そして皆さん、すいません、今一度名前だけでも覚えて帰ってください。名前は CHIKIHK でした。本日花火ありますんで、ぜひ楽しんでいってください。